日は熟した、いよいよ始まる。注目のファーストラウンド、何が起きる？さあドライブラッシュで相手に揺さぶりをかけていく。プレイヤー2、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。プレイヤー1、残り体力はわずか、しかしドライブイージをうまく使えば逆転は可能。重すぎるプレッシャーが襲う。届いた。プレイヤー2、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。先ほどの動きをこのラウンドどう活かせるか。プレイヤー2、前回のラウンドではドライブゲージを常に確保したまま勝利していた。ドライブゲージをいかに減らさずに立ち回るかが今後重要になってきそうだ。こかしてからのプレイヤー2、壁のおっと、ここでアムネジア、よく見ていた。一息つけるか。上から来た。ここで後ろ投げ、攻守が切り替わる。画面端を意識して読み合っていく両者。中足、さあカウンターが決まる。これは痛いダメージ。上は絶対に通さない。針穴を探す。この逆境アムネジャ、上への意識が高すぎる。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。このまま最終ラウンド全てを出し切ることはできるか。中足が刺さる。さあこれで画面端、足は受け止めながら打たせて取る。鮮やかな差し返し、スリッパーアウトする。壁にぶつけて守りを砕いた。打ち抜き、えぐる。これこそが龍の真骨頂。どうした、待て。プレイヤー1、SA ゲージ有利。逃げ場は前投げ、さらにプレッシャーをかける。プレイヤー2、いいね、成功している。チャンスになる。プレイヤー1、ゲージをうまく、上は絶対に通さない。苦しいところ、わずかなゲージを使っていく。距離はある。どちらが仕掛けるのか。プレイヤー2、最後まで目が離せないギリギリの試合だったが、見事勝利をもぎ取った。まだまだやる気満々。連戦がお互いを高めていく。 B ハトから飛んでいる。試合は始まったばかり、どこから仕掛けるか。ジャンプから仕掛けていった。さあ壁を背負わせて、もう逃げられないぞといったところ。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。プレーオーまで。プレイヤー2、貴重なラウンド選手、この攻撃を活かせるか。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。ここでバウンド、試合が動くぞ。通さない。両者の読みは五分。ここからどう出し抜くか。プレイヤー2、ドライブゲージがないこの状況、なんとかしのぎ切りたい。さすがに分身が襲いかかる。プレイヤー2、ここでの押し引きが重要。どう崩していくか。これはどうなる。パニッシュカウンターのチャンスは見逃さない。入れ替わった。さあこれは痛いぞ。ここはどうで、うまくバー突きを狙っていた。確信犯の一撃、気合の勝負になった。ここで弾を打ち、バーアウトする。プレイヤー1、上はダメ。前に出て、上への意識が高すぎる。さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。あとはない。全てをさらけ出して勝利を。これは当たらず、迎撃成功の形。ラッシュするか。プレイヤー2、ドライブは厳しいぞ。頭上がガラキ。さあ終盤、舞台は整った。ゲージ運用が勝負を分かつ状況、ここからの判断が大切になる。壁際脱出。
ドライブラッシュで勝負をかける。当たらない。大きな隙を探すぞ。ターン力が問われる状況になった。ドライブラッシュから中足からの、ここにドリフラフ。この逆境覆すことはできるか。差し合いの距離、上も距離を詰める。一歩ここで勝負あり。この試合は切り取って SNS に上げちゃおう。そうしよう。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。これはカウンターになった。さあカウンターが決まる。これは痛いダメージ。飛びは通さない。技が噛み合ってカウンターが決まる。ここからの動きが重要となるが、さあ差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。ジャンプ攻撃はしっかりガード。ここから中段、そして上から仕掛けていく。さあダウンから、相打ちでしのぐ。ドライブラッシュでゲージを回していく。さあなんとか中央へ押し返した。最後の決め手はドライブゲージとなるか。位置を入れ替えて倒しきる。プレイヤー1、貴重なラウンド選手、この好機を生かせるか。いきなり仕掛けた。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。プレイヤー1、先手を取った優位を生かせるか。どうにでもなる状況。お互いどう展開を作るか。さあ両者ゲージがかなりあるぞ。危険な状況、火力は出る。ゲージ運用が勝負を分かつ状況。ここからの判断が大切になる。何を狙っている。これはうまくヒットせず、ドライブラッシュで前に出る。ガードする。技と技が交錯する。攻めのドライブラッシュ、この問いは見えている。どうにでもなる体力差。逆転の青写真はどう描く。繋いできた。ラッシュするか。前KO。プレイヤー1、素晴らしい成功体験。この経験でさらに強くなる。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。ここは中足を一つ中段、そしてプレイヤー1、先に体力リードしていく。攻守の役割は見えている。手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離。ここでの押し引きが重要になる。これまでの動きから両者は何を感じ取ったか。めくり飛びはしっかりガード。画面中央、ここでの積み重ねが後々生きてくる。分身が襲いかかる。このインパクトは通らず、この状況受け止めつつ攻撃する。ドライブラッシュにコンボをしっかり決めて KO まで。お見事。プレイヤー2、まずは先制。しかし気は抜けない。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。めくりが引っかかる。ストリボーグで締める。プレイヤー1、先手を取った優位を生かせるか。トリグラフ、何を狙っている。さあこれで画面端、ここからどう動く。上から来た。さあ終盤、舞台をラッシュするか。プレイヤー2、ここで SA。 試合を動かしに行く。金昇龍拳を使っている。この一撃にかけてきた。プレイヤー2、ドロッと差し上げた。試合は終盤、ここからの一発はもらえない。プレイヤー2、この画面端でどうやって料理するか。ここからチャンスになる。ドライブ派、起死回生のドライブ。ここで弾を使うか。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。やる気満々だ。キーハードを置いて迎撃成功の形。
プレイヤー1、十分な余裕を持っての先ほどの勝利。強さの底が見えない。投げが決まった。ドライブラッシュからよく抜けた。プレイヤー1、 SA ゲージ差を生かしたい。見えているか、この投げを。さあ、互いの狙いは互いに見えているか。ここはどう出る。ラッシュするか。プレイヤー2、絶望のバーンと状態だが投げる。どうなる。ドライブゲージの運用が特に印象的だった一戦。思考スピードは素晴らしい。対戦をやめない。連戦はまだまだ続く。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。プレイヤー2、さあ追い詰めた。後ろに下がれないこの状況は大きなチャンスとなる。落ち着いて切り返し、綺麗に切り返してみせる。大きく距離を離して一息つくか。綺麗に噛み合わせた一撃。連続技をしっかり決めていく。さあダウンから危険な状況になっている。ミスはドライブラッシュで前に出る。プレイヤー2、もうドライブ、ここでバーンアウト。試合は終盤、ここからの一発はもらえない。プレイヤー2、ドライブ倒しきる。プレイヤー1、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。この曲は飛び道具を使う。分身が襲いかかる。プレイヤー1、体力を先行して展開を作れるか。どうにでもなる状況、お互いどう展開を作るか。間合いが足りないか。さあカウンターが決まる。これは痛いダメージ。両者 SA ゲージが溜まった。ワンタッチの期待値が高まる。プレイヤー2、潤沢なドライブゲージを使って体力差をひっくり返せるか。投げはしっかり抜けていく。繋いできた。両者画面端から中央での戦い。ここで投げに行く。体力差はある。しかしどうにでもなる状況。前飛びするか。ここでフィニッシュ。プレイヤー1、格上相手に堂々の勝利。お見事。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分な様子。トリグロフ、飛びを通してチャンスになる。プレイヤー1、まずは体力をリード。若干の体力差はついたが、まだまだ距離は十分。両者どこから仕掛けるか。一旦距離を離して戦況を分析。次の狙いはどこに定めるのか。飛びは通さない。プレイヤー2、さあ追い詰めた。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。ここで飛びが通る。プレイヤー2、画面端を維持することでダメージが蓄積していく。こかしてからの KO。 プレイヤー2、貴重なラウンド選手、この攻撃を生かせるか。相打ちでしのぐ。上から仕掛けていく。ストーリーボールで締める。プレイヤー1、先手を取った優位を生かせるか。攻守の役割は見えている。ドライブして攻め継続を選択か。一息つけるか。受け止めながら SA ゲージは両者マックス。ここからのゲージ運用が勝負を。ドライブラッシュで前に出る。ここからどう動く。さあ互いの狙いは互いに見えているか。何を狙っている。どう崩していくか。お互い慎重に繋いできた。この投げは通らない。さあ逆転を見立てない。倒しきる。さあ次で最終決戦。もはや気持ちの勝負となった。最終ラウンド、全てを出し切ることはできるか。ここで飛んでいる。トルバラン、ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。SAを使う。火力を上げ、打ち抜き、えぐる。これこそが龍の真骨頂。プレイヤー1、 SA ゲージ差をうまく投げが通った。前に出て、さあそしてプレイヤー2、 ここで投げ。黙っていたらこうなる。ここからの KO。 いやー、息の詰まる死闘でした。両者に拍手を送りたいですね。
このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。投げはしっかり抜けていく。相手の卓は読めている。崩しは通用しないか。首を通してチャンスになる。両者次はどうする。中段は見えている。打つかすかすか踏み込むか。地上の駆け引きの間合い。上から仕掛けていく。さあダウンからプレイヤー2。セスターの攻防。打たせて取る。鮮やかな差し返し。ここから試合は終盤戦。ドライブラッシュで前に出る。ここは崩しきった。プレイヤー1。ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。ビーハト投げは無。攻めのドライブラッシュ。ドライブラッシュからの技は性能が良いのでチャンスを狙っていったか。さあここからは差し合いの領域となる。プレイヤー2。ここは我慢の時間帯になりそうだ。来るか。 SA 発動。そしてこの SA は通らず。プレイヤー2。ここでバーンとしている。しっかり倒しきれる。コンボ選択。もうやるしかない。駆け抜けるしかない状況。足元を狙っているか。ストリボーグで締める。ここで投げれない。さあ互いの狙いは互いに見えているか。プレイヤー2。状況は悪くない。どう生かすか。原子の運用どうするか。プレイヤーの腕の見せ所。中足からも当たらない。大きな隙を探すぞ。ここはどう出る。前音を差し上げた。うまく投げが通った。前に出て上。ドライブラッシュで勝負をかける。ここで投げれない。上。これは見えない。この逆境。そしてここからが正念場。とどめの SA 選択に迷いなし。しっかりフィニッシュ。残り体力はちゃんと見えている。プレイヤー2。一進一退の攻防の中にドラマがあった。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。前が足りないか。さあこれで画面端後がなくなった。ラインを押していくことで有利な状況を作っていく。飛びを通してチャンスになる。相手の隙をついてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。位置入れ替え。今度はこっちのターンか。壁際は拒否する。ここでお互い次の手を模索しているか。仕切り直す。プレイヤー2。画面端のいい状況。これはパニッシュカウンター。ここから大きなチャンスとなる。一息つけるか。ここから試合は終盤戦。 KO まで。プレイヤー1。ラウンド選手。この精神的優位を生かせるか。インパクトは防ぐ。プレイヤー2。さあ追い詰めた。チャンスでもあるが入れ替えられたら攻守が変わるので注意が必要だ。プレイヤー2。ドライブラッシュで前に出る。一気に間合いを詰めてきた。ドライブして攻め継続を選択か。 SA ゲージは両者マックス。バーンアウト。まずいぞ。一息つけるか。プレイヤー1。潤沢なドライブゲージを使ってここでフィニッシュ。さあ次でファイナルラウンド。両者勝ち筋は見えているか。ガードする。オルバラン。試合は始まったばかり。まだまだどうにでもなる。前ジャンプを仕掛けるか。さあ終盤舞台は整った。さあこれは痛いぞ。えどうなる。迎撃成功の形。プレイヤー1。この画面端でどうやって料理する。ラッシュするか。プレイヤー2。スーパーワーズゲージ運用に抜かりなし。全てのゲージを注ぎ込む。出し惜しみはなしだ。プレイヤー2。
2、起死回生の SA で流れは変わるか。投げ、次はどうする。足を伸ばす、急速フリギア2、ここが勝負どころ。飛びはバレバレ、ここが正念場、勝負の一撃だったが届かず。さあここプレイヤー1、これはどうやって一緒にちゃんと見てたぞ。まだまだやる気満々、電線がお互いを高めていく。ここでカウンターを一つ、この飛びはガードが間に合う。攻めのドライブラッシュ、ドライブラッシュを使えばかなり遠い間合いからでも攻撃を仕掛けることが可能になる。コンボを叩き込む、仕切り直す、読み合ってきた。一旦仕切り直しの間合いを作った。ここは投げを見せてガードを崩す、投げはスカル、ここで飛びが通る。さあ逆転を見ているか、投げは警戒しつつどうする。中足を見せて、ここからどう動く。トルバン、ここで壁やられ、相手の守りをこじ開けていく。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使う。おっとここでアムネジア KO。 プレイヤー1、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。 B ハト、ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。ここは中足を一つ、来るか。さあここからは差し合いの領域となる。ここで SA ゲージがマックス、クシアムネジャ。プレイヤー2、ここでの押し引きが重要、どう崩していくか。迎撃成功の形、この飛びは見えている。プレイヤー2、いいリズム、いい間合いが取れて、うまく投げが通った。攻めのドライブラッシュ、さあ逆転を見て、ここで投げに行く。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。足を伸ばす、試合は終盤、ここからの一発はもらえない。この投げは通らない、刺し前に出て KO。 プレイヤー1、素晴らしい成功体験、この経験でさらに強くなる。果たして連戦の数を数えているのかいないのか、両者は再び再戦を選択する。ここはドライブラッシュでターンを渡さない。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける、ダウンを取って対空キッチ、投げは抜けている。一旦仕切り直しの間合いを作った。リズムを整えるかのようにお互いが様子見をしている。さあここでドライブラッシュ、飛びが刺さる、投げは警戒しつつどうする。大きな体力差になったがドライブゲージがキボッバーンとしている。この倒し切りは見事、体力ゲージがよく見えていた。プレイヤー2、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。プレイヤー1、先手を取った優位を生かせるか。何を狙っている、ガードする、さすがに残りわずかな体力、ドライブゲージに KO。 最終ラウンド、ここ一番がやってきた。やる気満々の開幕、弾ビハトで崩すか、中断、分身が襲いかかる、ターゲットから一気に追い込むか、急速、ここで SA ゲージが溜まった、準備は整った、足を伸ばす、どうなる、ラッシュするか、壁際の攻め合いが激しくなる、繋いできた、ドリボーグ、フィニッシュ。プレイヤー1、格上相手に堂々の勝利、お見事。このままでは終われない、再戦を選択、次はどんな展開となるか。
分身が襲いかかる。対空キッチン、まだ状況は変わらず、どこからダメージを与えていくか。カリアナはどこにある。撃つか吹かすか踏み込むか、地上の駆け引きの場合。次は寄せに抜けていく。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。投げ、さあここから KO まで。プレイヤー2、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。先ほどの動きをこのラウンドどういった。おっと、ここでアムネジア、よく見ていた。飛んでいる、受け止めながら。プレイヤー2、まさか誘導していたのか。相手をコントロールしてのパニッシュカウンター、お見事。プレイヤー2、このバーンアウトはかなりきついか。ドライブゲージがないこの時間帯が勝負。トルバラン、ここで SA ゲージがマックス。くしくも同じタイミングでチャンスが。おっと、ここでアムネジア、よく見ていた。危険な距離での殴り合いが続く。さあこれは痛いぞ。一人きつい CA 発動。さあこれはどうだ。投げでフィニッシュ、見事に択を通した。プレイヤー2、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。トルバラン、ここで飛びが通る。お互いに被弾は少ない状況。どう試合を作っていくか、重要な立ち上がり。飛びを通してチャンスになる。相手の隙をついてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。プレイヤー2、さあ追い詰めた。次はどの引き出しを開けるか。体力差はあるが、ゲージ運用次第ではまだわからない。中足を見せて、これはいい形で入れ替えた。投げは抜けている。ここはドライブラッシュでターンを渡さない。倒しきる。プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ドライブゲージを使っていく。ここで飛びが通る。プレイヤー2、ガレット。ここでアムネジア、よく見ていた。飛んでいる。さあここから。プレイヤー2、丁寧に有利を継続している。さあカウンターが決まる。これは痛いダメージ。ここで壁やられ、相手の守りをこじ開けていく。プレイヤー2、これは通らないか。さすがに逆転への長い道のり。倒しきる。もうやるしかない、駆け抜けるしかない状況。トルバラン、さあファイナルラウンド、前ジャンプを仕掛けるか。プレイヤー1、壁際の状況をどうにか打破したいところ。糸口はあるか。目の前、どうする。プレイヤー2、 SA ゲージ有利。両者体勢を整える。お互い壁を背負いだ。投げの意識が高い。ドライブして逆転できるか。どうにでもなる体力差、逆転の。あ、ここで投げれない。繋いできた、バーンとする。ここは出し惜しみはなし。出血大サービスだ。クリティカルアーチが来ました。この先はもう気合の勝負。相手を上回る勝ちへの執念を見せ、ここで勝負あり。プレイヤー2、これはリプレイが見たくなるやつ。ギリギリで一歩上回った。まだまだやる気満々。連戦がお互いを高めていく。ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。分身が襲いかかる。プレイヤー1、体力を先行して展開を作れるか。このアドバンテージを活かせるか。上は通さず、めくりガード。ジャンプの軌道は見えている。リズムを整えるかのようにお互いが様子見をしている。画面中央、ここでの積み重ねが後々生きてくる。体力差はあるが、ゲージ運用次第ではまだわからない。体力差はある。ワンステップ、
目まぐるしく位置が入れ替わる。展開ドライブラッシュで前に出る。倒しきる。プレイヤー1、貴重なラウンド選手、この攻撃を生かせるか。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。意識のアンテナは上にも張られていた。試合は始まったばかり。どこから仕掛けるか。さあここから、下から打ち抜いた。ここからどう動く。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。画面端の状況を継続することで大きなチャンスも訪れる。上からの攻撃はガードでしのぐ。うまく投げていった。どう崩していくか。両者 SA ゲージが溜まった。ワンタッチの、これはどうなる。打たせて取る。鮮やかな差し返し。この場合では空振りになる。噛み合った形。危険なフィニッシュ。プレイヤー1、素晴らしい成功体験。この経験でさらに強くなる。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。対空キッチ。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。恥は嫌だという気持ちが両者に見受けられる。なるべく壁は背負いたくない。投げには反応できている。ジャンプ攻撃への警戒は十分。ここはドライブラッシュでターンを渡さない。どこからハリアルを通すか。届いた。プレイヤー2、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。ラウンドとともに思考は積み重なる。次はどうする。攻めのドライブラッシュ。ドライブラッシュからの技は性能が良いのでチャンスを狙っていったか。ビーハト。さあここからは差し合いの領域となる。ダウンからドライブラッシュで前に出る。技と技が交差する。どう崩していくか。分身が襲いかかる。プレイヤー2、前ジャンプを仕掛けるか。前ステップ。このドライブインパクトはガードさせて OK。 よく抜けた。繋いできた。バーンとする。ここでゲージを使っていく。倒しきり、見えている。逆境を覆す集中力、研ぎ澄まされていた。プレイヤー2、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。まだまだやる気満々。連戦がお互いを高めていく。トリグロフ、上は通さず。まだまだ序盤。どこから試合は動き出すのか。どこからダメージを与えていくか。アリアナはどこにある。大きな体力差になったが、ドライブゲージが希望となるか。投げるにはやや遠かったか。地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、それを手玉に取るか。迎撃成功、対空フィニッシュ。プレイヤー1、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。技が噛み合ってカウンターが決まる。ここからの動きが重要となるが、中足がヒット。アムネジャ。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。画面端の状況を継続することで大きなチャンスも訪れる。ドリボーグから、何を狙っている。この飛びはガードが間に合う。飛びで攻めるか。繋いできた。さあ逆転を見ているか。飛んでいる。上から来た。いきなり画面端になってしまった。倒しきる。さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。分身が襲いかかる。トルバラン、
中足を見せてラッシュするか。スーパーアーツ下旬用に抜かり足、天を動かす不動の拳、近畿を破り敵を滅する。プレリア2前ジャンプを仕掛けるか。この距離は危ない、受け止めながら真上はダメ、これは抜け出せない、もはや鳥かご。上、絶対に上は通さない。いやー、息の詰まる死闘でした。両者に拍手を送りたいですね。このままでは終われない、再戦を選択。次はどんな展開となるか。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。意識のアンテナは上にも張られていた。技を振れば当たる距離、危険な場合に入っていく。投げは警戒しつつ、どうする。ドライブラッシュにゲージを回していく。ここで一気に壁までもつれ込んだ。次はどの引き出しを開けるか。投げは抜けられず、体力差はある。最後は投げでフィニッシュ。プレイヤー1、貴重なラウンド選手、この好機を生かせるか。トリグロフ、中足、さあこれで画面端後がなくなった。ラインを押していくことで有利な状況を作っていく。投げて、残りわずかな体力、アムネジャ、投げを使ってガードを崩す KO。 もうやるしかない、駆け抜けるしかない状況。いきなり仕掛けた。さあファイナルラウンド、勝利の女神はどちらに微笑むのか。きっちり落として、プレイヤー2、盤石のドライブゲージ管理、このまま勝利するか。体力十分、ゲージもある、やりに行け。ここで距離を取るか。これはドライブ、ピハトで崩すか。緊張感のあるツバでドライブラッシュから上、前ジャンプを仕掛けるか。どうなる、フィニッシュ。プレイヤー1、格上相手に堂々の勝利、お見事。このままでは終われない、再戦を選択。次はどんな展開となるか。うまく投げていった。プレイヤー2、さあ追い詰めた。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。この投げは見えている。さあどうする、上は通さず、ドライブゲージと体力はまだある。両者次はどうする。技が噛み合ってカウンターが決まる。ここからの動きが重要となるが、上からの攻めはしっかり迎撃、投げ抜けの間合い。プレイヤー1、体力状況は厳しいが、ドライブゲージの運用次第ではまだチャンスはある。フル対空して状況を変えていく。足元を狙っているか。さあ逃げ場はなくなった、どう仕掛ける。プレイヤー2、丁寧に有利を継続している。地上の間合いで倒しきる。プレイヤー2、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ、飛びが刺さる、ストリボーグで締める。プレイヤー2、激しい殴り合いを制して、次のラウンドはどう動く。下から打ち抜いた。ここは中足を一つ、ドライブラッシュで前に出る。どう崩していくか。プレイヤー1、相手を圧倒している。上から来た、立ちたいキックバーンアウト、まずいぞ。おっと、これも抜けている。上からの投げへの意識が高い。分身が襲いかかる。プレイヤー2、ここで投げれない、たまに引っかかる。さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。中足が刺さる、うおー届かない。ここは迎撃、飛びは落とす。ジャンプからの強力な攻めを見事に潰している。さあ前ジャンプを仕掛けるか。上、迎撃成功の形、
食っていく。ギリギリのスーパーサトルか、これはお見通し。ここでワンアウト。スパーツ下旬4に抜かりなし。天を動かす不動の拳、近畿を破り敵を滅する。クリア2、ここが勝負どころ。飛び落とす、決着。プレイヤー1、総力戦を制した今の気持ち聞かせてください。まだまだやる気満々、連戦がお互いを高めていく。中足からの捕まえて投げ飛ばす。おっと、ここでアムネジア、よく見ていた。プレイヤー2、若干体力リード、待ち構えるか。投げ抜けの間合い。プレイヤー1、さあ追い詰めた。後ろに下がれないこの状況は大きなチャンスとなる。リズムを整えるかのようにお互いが様子見をしている。プレイヤー2、体力状況は厳しいがドライブゲージの見届いた。プレイヤー1、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。受け止めながら、マットヒットはバニッシュカウンターからだ。で、掴んできた。ドライブラッシュで前に出る。ドライブラッシュからの技は性能が良いのでチャンスを狙っていったか。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。ビーハートを置いて、さあここからジンジンとした間合い戦、先に仕掛けるのはどちらか。 SA ゲージが両者にはある。どこから叩き込むか。ガードする、投げが決まった。これは抜けだ、投げへの意識が高い。次はどうする、成功している、チャンスにある。プレイヤー2、ここでの押し引きが重要。ジャンプ攻撃はガード、なんとかしのいだ。頭上がガラキ、あまりにも重、ここでフィニッシュ。プレイヤー1、素晴らしい成功体験、この経験でさらに強くなる。このままでは終われない、再戦を選択。次はどんな展開となるか。ドライブラッシュにゲージを回していく。さあラウンドはまだ序盤。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。 KO まで。プレイヤー2、まずは流れを作った。このリズムのまま倒しきれるか。ドリボングで締める。意識のアンテナは上にも張られていた。ここは中足を1つ。さあここからは差し合いの領域となる。中足を見せてトルバラン、これは読めていたか。食うか、トリグラフが突き刺さる。ここからの押し引きで試合は大きく動く。プレイヤー1、相手を圧倒している。通信が襲いかかる。残りわずかな体力、ドライブゲージ KO。 さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。上を通していく、トルバラン、この投げは通らない。さあ互いの狙いは互いに見えているか。じっくりと立ち回る中、ラッシュするか。プレイヤー寄せ、ここからが正念場。この一撃が勝敗を大きく左右しそうだ。どうした、待て。プレイヤー1、 SA ゲージ差を生かしたい。さあ壁際の攻防が始まる。中足からの、さあこれで攻守交代。上、前飛びするか。プレイヤー1、体力はないぞ、ワンチャンス作れるか。上、叩き落とす。頭上がガラキ、た飛びはバレバレ。一発剣ない、この飛びは見えている。ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。ドライブ系プレイヤー2、さすがにこれは面白かった。 GG!